こんにちは、ゆうです。お久しぶりです。またごめんなさい。はい、もうね、年末年始ギリギリ今撮影時点、2022年10月31日16時41分なんですけども、はい、どうぞパズラのお時間です。はい、今日はですね、ちょっとね、ボックス紹介をね、柴犬丸のボックス紹介をして、1年振り返ろうということでございます。はい。はい、まあ、もちろんね、非属性縛りのアカウントなんで、もうこんな感じでね、はい、もう非属性は潤っておりますよという感じなんですけども、まあね、このボックス紹介というものもしたことがないんで、全然。まあ、もう本当に慣れてなくて、はい。まあ、ゆっくりスクロールするだけしかできないんですけども、スクロールでね、これね、見ながらね、まあ、聞いていただければ、いいんですけども、もう最近ね、もう、新規コラボ、ね、特攻キャラみたいなことが実装されましてですね、全然ね、この非属性縛り、闇属性縛り、いろいろしてたらですね、もう全然ね、もう動画が撮れない。もうダンジョンにも挑めないということでですね、もう、時代に合ってないのかなと思って、で無課金っていうだけでね、もうだいぶね、もう結構、まあ、大概の人がね、その微課金か無課金かぐらいだと思うんですけども、そうですね、もう、簡単に言うと、もう属性縛りやめてアカウントいっぱいあるんですけども、それぞれの属性に特化したアカウントが、はい、いっぱいあるんですけども、はい、もうそれをやめて、もう無課金でもうちょっともう、結構じゃなくてもう、ガチガチにね、無課金で出たキャラでね、もういろいろ攻略とかね、していこうかなと思っておりまして、皆さんどう思われますか？はい。っていうか、もう、皆様に言われても、もう、そうしないとね、もうちょっとね、もう、動画が撮れないんですよね。はい。いつもね、その、ね、簡単なダンジョン行って、そのコラボのね、殺し屋も行って、負けて、あー言うて、もう、はいはい、コンテしますよ、みたいなことを言ってね、ガチャ引いて、はい、終わり、みたいな感じですかね、そのコラボの、動画出せないということですね。これは結構ね、もう、まあ、それをね、楽しみで、見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、まあですね、そう、もうゾロとか3体持ってるけどね、もう使えなかったからね、育成してないんですよね。この物語シリーズで言えば、名前読めないんですけど、この子とかも2体おりますし、もう、ちょっとね、このスタイルで動画を撮っていくことが限界かなと思いまして、まあ、それで12月31日も迎えたし、はい、新年一発目からはね、もう、ただの無課金アカウントとして、もう、無課金アカウント、柴犬丸一本でですね、もちろんね、アカウント、僕、6つ持ってるんで、頑張るんですけども、それぞれもログインし、結構ね、柴犬丸とメインアカウントに重点的にね、ちょっと力を注いで、パズドラで頑張っていければなと思っております。皆さんどう思われますか？もうね、もう、属性縛ってね、タク色も作れへんし、なんならもうね、この前の裏百式とか、百式、もう、時間なくてね、もう、まあ、もともと体調崩してて、挑むタイミングがなかったっていうのもあれなんですけど、まあ、もう全然、その、属性で染めたら、もう何の、ね、もう単色のガチカチッとハマったキャラが来ない限り、まあ、攻略できないよねという、長老はね、アカウントはね、ほら、ジューンブライドのね、もうフェノンとか持ってるんですよ。もうこのキャラとかもったいないっていうことでね、もう、そういえば、ちょっと待ってくださいね。はい、カイドウとか持ってるんですよ、僕も。無課金、このアカウント無課金なんですけどね、カイドウとかね。確かね、ヤマトとかを持ってるんですよ。そこをね、活かしきれてない動画を撮れないようじゃ、もう撮れ高がないよね、ということでね、このもう、羊さんもいるわけですよ。はい。もう、もっ
対ないよねっていうね、もうただログインしてガチャ引いてあー言うて、もうね、挑戦動画も撮れないようじゃもうね、なんかやってる意味もないなと思ってね、どこまで紹介したっけ、はい、そんな感じなんてわけなんですよ。はい、それをね、まあお話ししたくてですね、はい、この動画を今撮っております。ラフィーネとかね持ってるんですけどね、全然活かしきれてないんですよね。はい、まあこんなところですかね。まあロシェとか持ってるんですよね。バランとかもね、回収とかもね、結構ね優秀なね、もう他属性のキャラ、クロロとかいっぱい持ってますしね。そういった面でね、もうちょっとね、もうあるもので必死に考えた、まあたまたま出た強キャラが出たらもう強キャラ一択になるかもしれないんですけど、まあね、今度の武器見てみましょうか。はい、もうはい、ちょっとトーク力が不足してるな、最近全然人と喋ってないんで、トークができてないんですけど、もうここら辺とかね、パレットも全然やり込めてないんですよね、もうアカウントがいっぱいあるせいで。はい、あーでも作れるわ、絵の具は集めてるんやね、一応。えらいえらいえらい。これはこれも上路とかも全然なんですよね。もうそんな中途半端なやり込みんだアカウントの動画出すよりかはね、ちょっとね、無課金アカウント1本に絞ってね、頑張って、ね、動画を出していければなと思っております。っていうようなわけでございました。そしてね、まあ、ガチャもね、来ているということで、アンケートスーパーゴッドアイス、明日ね、100個来ますね。はい。僕は全部ジョジョに突っ込みます、もう。ジョジョもね、来たということでね、はい、もういろんなね、好きなキャラ使っていこうぜということでですね、はい、来ましたね、来ましたね。ここでね、もうなんかね、うおー、いやめちゃくちゃ欲しかったんですけど、これメインアカウントですら持ってない。もうマーメイドサキュバスがね無料で出たということで、ね、もうこのタイミングでね、もう属性縛りやめます。はい、ラスト、ユーザー情報、購入歴、無料配布、12個でございます。はい。ジョジョ、引きましょうか。どうせね、明日100個来るんで、まあ、明日取っとけよと話なんですけど、まあ、一発ね、ちょっと、験担ぎでね、もう2022年、いろんなことありました。その、ラストガチャです。さあ、ラストは、何色の卵が出るんでしょうかね。おっ、そんなに甘くはないですね。はい。シーザーですね。はい。シーザーもね、はい。いいキャラですね。はい。ちょっと交換所だけ見ていいですか。はい。もう、ジョセフとかね、ジョータロウとかね、あ、東方ジョウスケとかね、ジョルノ・ジョバーナとかね、もう交換できるわけですよ。まあね、ここら辺をね、もう使えないようじゃ、もう取れ高がないということでですね。はい。ちょっとね、ジョジョを意識した喋り方してるんですけどね。はい。このジョジョコラボをきっかけに、あとまた年をね、またぐのをきっかけに、属性縛りをやめて、メインアカウントと、パズドラはね、メインアカウントとこの芝居の丸、日本にね、絞ってね、頑張って攻略していこうな、じゃなくて、いこうかなと思います。髪の毛ね、いつもみたいに綺麗にしないのは、ちょっと3時ぐらいにお風呂入って、もう僕大好きなんですよ、日中力が。はい。を楽しんでおりましたというわけでございます。はい、それでは、今年、皆さん、本格的にね動画投稿再開できたのが、まあ6月かで、ほぼほぼちゃんと投稿できるようになったのが8月10月ぐらいなんですけど、まあ本当に皆様ありがとうございました。この1年間動画を見てくださって、応援くださりありがとうございました。本当にね、皆様のおかげで、まあ、額は言えないんですけど、今月、12月、12月の収益は、多分全然ね、動画出せないんで、多分最低なんですけど、先月の収益は今月振り込まれて、まあ、ね、汚い話ですけど、過去最高収益となりました。はい。皆様、ありがとうございます。はい。まだまだ、YouTube ドリームはね、掴めてないんですけど、これからね、頑張って、はい。
いろんな動画、無課金内にいろいろガチのガチガチでも組んだねパーティーとか、考えてダンジョンバッキバキにね攻略していこうと思うんで、はい、もうよろしければ、はい、まあチャンネル登録していただいてね、はい、またね来年からも、来年というかもう今年も数時間で終わるんですが、はい、また僕のチャンネルを登録していただいて、はい、見ていただければ幸いでございます。はい、ちょっと長くなりましたね。はい、そんなこんなで、今年もう本当にありがとうございました。次は明けましておめでとうございますで、お会いしましょう。それではね、はい、本当にありがとうございました。それではバイバイ。よろしければツイッターもフォローしてください。